暑かった？暑い。しげるちょっと待って。うりゃー。前のお部屋だってね、しげるが騒ぐからお引っ越しなくちゃならなくなったでしょ。おっきい声で騒がない。お外に出ない。お母さんね、今好きな人がいるの。またクリスマスには帰ってくるからね。帰ってこなかったの、お母さん。絶対帰ってくる。いつかモノレールに乗って飛行機見に行こうね。ユキちゃんは俺の子供じゃないからな。学校行ってないの？見せてやりたいよ、ユキに。生まれてきて限りない青空に見つめられたから、君たちは生きる。生まれてきて手をつなぐことを覚えたから、君たちは寄り添う。生まれてきて失うことを知ったから、それでも明日はあると知ったから、君たちは誰も知らない自分を生きる。